はい、エルカチャンネルのショーです。ずっとですね、自宅待機中で家に引きこもっています。あれしたりとかこれしたりとかで時間を潰してるんですけど、ネタが尽きたみたいな感じですかね。だから外に出たくてしょうがないんですけど、そういうわけにもいかないので、何かないかなと思って探していたらですね、スマホのアプリにですね、カラオケのアプリがあったんですよ。こちらのポケカラってやつなんですけど、これがですね、まあなかなか良くて、このアプリをですね、使っている人たち同士でつながれるみたいなカラオケアプリです。で、知ってる人もいるかもしれないんですけど、ここ最近これ始めて歌ってます。で、今回はこちらのアプリをですね、紹介しようかなと思いまして、動画にしました。エルカチャンネル。早速ですね、やっていきたいと思います。で、いろんな曲がですね、あるんですけど、本当カラオケ屋さんにあるジョイサウンドとかダムの曲数には及ばないんですけど、あ、これあるんだっていうのもあったり、良かったりしてます。このアプリを使ってるみんなとつながれるって言ったのがですね、まあ自分が自分のためにただ歌えばいいじゃないですか。そうなんですけど、その中にですね、誰かがですね、このリクエストっていうのがあって、誰かこの歌を歌ってくださいみたいなのを出すんですよ。で、結構いろんなリクエストが上がってます。で、まあそれでそうやってですね、つながっていけるみたいな感じなんですけど、まあ俺はですね、そんな人に聞かせれるような声でもないので、歌もうまくないし恥ずかしいんでなかなかできないんですけど、今回は頑張ってです、歌を歌ってみようかと思います。ただ一個ですね、注意としては伴奏がですね流せないはずなんで、アカペラ状態になるんですけど、そこは許してください。で、これの使い方なんですけど、まあ、何か好きなのがあればそれを入れてもらうといいんですけど、どうやって使うかっていうと、まあ曲が流れますよね。このまま歌ってもいいんですけど、それよりかはイヤホンをつけて歌ってください。このまんまでやったんですけど、なんか声が遠くて、イヤホンをつけてからの方がですね、声は良かったです。イヤホンちょっと用意しますね。はい、イヤホンです。有線のやつなんですけど、今 Bluetooth のイヤホンとかがあるじゃないですか。あっちにするとですね、ちょっと遅延する、遅れるんですよ。自分は曲に合わせて歌ってるんですけど、声がですね遅れて聞こえてくるんですね。なのでこちらの有線の方を使っていきたいと思います。まあ言っててもあれなので、何か頑張って歌ってみようかなと思います。そうですね、知ってるのがいいんですけど、まあ新しい曲っていうよりかはですね、ちょっと古くてもみんなが知ってるやつがいいなぁと思うんですけど、森山直太朗で桜。僕らはきっと待ってる、君とまた会える日々を。桜並木の道の上で手を振り叫ぶよ。どんなに苦しい時も君は笑っているから、くじけそうになりかけても頑張れる気がしたよ。霞みゆく景色の中にあの日の歌が聞こえる。桜桜、今咲き誇る
刹那に散りゆく定めとして、さらば友よ旅立ちの時、変わらないその想いを今。はい、終わりましたという感じで、一応スコアが SS が出ましたね。このくらいで一応こんな感じっていうのが出てます。エルカチャンネルで今レコーディングしたのが流れ始めます。出だし難しいっすね。やっぱ出だしがどうもうまくできなくて恥ずかしい自分の声聞くとなんかちょっとですね、恥ずかしくてしょうが、やっぱなんか聞き慣れないからかな、恥ずかしい。でこれ今伴奏も流れてるしエコーもかかってるんでカラオケっぽく聞こえるんですけど、アカペラ怖いよね。俺この後この動画確認するけどどうしようと思ってるもん。エルカチャンネル。じゃあこれをですね、この下にあるんですけど、保存っていうのがあります。それとやり直しとアップロードですね。ちょっと恥ずかしいけど今回アップロードしてみたいと思います。はい、アップロードしました。これでこのアプリで桜を検索すると、もしかしたら俺が出てくるかもしれない。恥ずかしい。エルカチャンネル。アップロードするとかしないとか別にしてもですね、ストレス発散にはなるんですよ。もうずっと家の中にいてストレスが溜まってしまうので、まあ、周りの人に迷惑にならない程度にですね、歌ったらいいかなと思ってます。ということで今回はちょっと恥ずかしいこともしましたけど、みんながストレス発散になればいいなと思って紹介しました。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。